時刻は夜7時を回りました。つかっちゃんのアニソンマーティンの時間です。いや今日はね、今放送開始した途端に相当大雨降ってきたいやびっくりですね。はい、さあまずこの番組の趣旨の説明から言ってもいいかな、はい、お願いします。はい、この番組はですね私キサラギ司が、大好きなアニメやアニソンをご紹介していくという番組です。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワではツイキャスやユーストリームを使用して映像と音声を配信しております。そちらの方でもお楽しみください。たくさんのコメントお待ちしております。そしてアニソンマーティンなのにアニソンが聞けないという そこのあなたですね、FM ギノワではサイマル放送も行っております。ホームページから簡単に聞くことができますので、そちらの方ではアニソンも十分楽しめると思います。さあそして今日のゲストは、ゲストというかレギュラー、どっちですかどっちを先に紹介しようとしているかですよ、はい、それではまずゲストですね、毎週土曜日夜、あ昼2時より昼2時より、はい、アイデアの IOK を担当しております。自己紹介よろしくお願いします、はい、アイデアの増尾こと山下浩二と言います。一応ですね婚活やってたりするんですけど、漫画もマニアックです、はい、今婚活やってるんですか。僕がやってるんじゃないですけど人々の恋を成就させようとしてますよ、はいはい、そして今絶賛婚活中でありますエコザイルです。入ってない4番あ入っていますね、はいはい、エコザイルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、絶賛婚活中です、はい、そして我らがメインパーソナリティの違います、はい、違います、はい、ミキサーを今回担当していただきます山崎裕太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日もですね、セリフのコーナーもちろんあります、私たち4人にしてほしいセリフなどはございませんでしょうか絶賛募集しておりますのでメールやツイキャスで募集しております、はい、さあそして今日のアニメのテーマは新世紀エヴァンゲリオンでございます、うん、はい、もう大ヒット中の大ヒット、うん、放送アニメ放送が終了してからもう20年ぐらい経つのにもう、うん、かかわらず未だに人気が衰えないアニメでございます、うん、それではですねまず今日の1曲目をご紹介したいと思います。今日の1曲目は新世紀エヴァンゲリオンオープニングテーマ曲残酷な天使のテーゼです。渋いバージョンだね。え、これ違いますか？これどれ流してる？オーケストラバージョン。オーケストラバージョンか流してない。あ、すいません。オーケストラバージョンです。渋いバージョンだね。高橋洋子って歌書いてるよ。あ、ちょっと待って。林さんとか。うん、そう。あ、高橋洋子って書いてある。歌ってる人。うん。めっちゃバイオリンがいい感じですね。はい、ザッキー間違えました。八幡もアメですか。はい、八幡ともみさん、どうもどうも。今日は今日なんか今日は最強メンバーと来てますね。はい、絶賛最強メンバーでお届けします。はい。あとで、ね、天下ちゃんがいないのがね。そうなんですよね。はい、常勤役員のMC 天下がおりますよね。いないですね。はい。来たら最強だ、ね、本当に最強だと思います。止まらんような。そ, うでね、でそして、あ、じゃあどうみさんはね、千葉雨と来てますし、あ、セブンさんは初めてですか？あ、一度来たことありますかね？毎度こんばんはと来ておりますね。うん、はい。どんまいどんまい、間違いも愛嬌と来てくださっておりますね。高橋洋子さんありました？ありました。はい。はい、じゃあそちらに変更していただきましょうね。はい。はい、これでございますね。すみません。はい、大変失礼いたしました。はいはいはい、もう昔思い出すね。はい、この曲だけは分かるんだよ、ね。うん。あ、エヴァンゲリオン見てない。だから言ったでしょ。宮古はこの20年前ったら本当に民放1曲ぐらい入っ
ってるか入ってないかっていうような入りたてじゃないのかな、うん、自分が高校生ぐらいの時だった、ね、なるほど高校生だとで、はい、多分高校で民放がようやく入り出して、うん、高校を卒業して行った時でからねエヴァンゲリオンって言ってたので、うん、そう、それぐらいだと思う、うん、だからもうその時だから自分はそういうの知らない、うん、であっちの人だけ騒いでる内地の人だけ、うん、ああなるほどなるほど宮古の方は携帯電話は今は通信今はすごいよポケベルぐらいですか通信も今すごいよ、通信もすごいですか、うん、ADSL が入ったばっかりと違うね何だったっけ今の光も入ってるはず今光が光も使えるんですよ多分ね、うん、多分ね使えないから分からない使えると思いますさすがに使えると思いますじゃないと iPhone あっちでも普及してないはずですねまあね、都と石垣はでかいですからね、イリオンってはね。ねえねえ本当に、で、都は特に平坦だからね、うん、電波局、多分こっちより少なめで済むと思うね、塔、うん、はね。なるほどね。今、つかちゃんが何かを探しております。ああ、すごい。これいきますか。全部、これは。これ何人かでやべあれですよね。エコさんが。いや無理だな。わからない人に押してどうするだね。第三次冷却終了。フライホイール回転停止。接続を解除。補助電圧に問題なし。停止信号プラグ排出終了。人のセリフじゃないですからね。何人かのセリフですからね。了解。エントリープラグ装備。骨髄電動システム開放。接続中。探査針打ち込み完了。プラグ振動は20を維持。精神汚染計測値は基準範囲内。プラス 0.2 からマイナス 0.5 を維持インテリア固定終了第一次コンタクトエントリープラグ注水主電源接続完了第二次コンタクトに入りますインターフェースを接続 A 点神経接続異常なし LCL 電荷状態は正常指向形態は日本語基礎原則としてフィックス初期コンタクト全て問題なしコミュニケーション回線開きますリスト1405までオールクリアシプナスケシプナス計測シンクロ率 41.3% これ結構初期のやつかなプラスクの補助、ね、これは一番最初のエヴァンゲリオン発信の時のセリフですよ、うん、エヴァンゲリオン発信する前の間の、うん、迷惑にセリフだけならしてね第一ロックボルト外せもうねこのヤマトの波動砲並みにここが、ね、盛り上がるんですよそ うわーみたいなヤマトの波動砲もあれもな結構セリフあるんだけどここまで長くはないだろうえでもこれぐらいこれぐらいあったっけない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 ヤマトここまでない波動砲発信でもないこれも半分ぐらいじゃないですかな確かまあねさすがに長いだろうって言いたくなるうやう社会なんて出れない今は私は生きるで構いませんね了解構いませんねって言った時に怒り言動がもちろんだ人を倒さぬ限り我々に未来はないあこのシーン大好きだ俺もザッうん宮村優子もねいい味出してねうんさっきはこのセリフを言わなきゃいけないからな綾波で綾波での名言で下の方にあるわよちょっと下に真ん中ぐらいかな山重い山から始まるあこれですか何ですかこれでしょいやいやいやえ、このこと言ってますよこれ最終話の方でしょ最終話の方、うん、割と始めるんですかねこれちょっとこれ最後の打つ時期のやつじゃないそう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 超打つですねうわさっきザッキーと話して軽い打つから入ってコメディに入って激打つ時期があるっていう頑張ってよそれかエヴァンゲリオンの発信シーンの先俺がバーって言ったセリフを言う今どっちもちょっと避けたいんですけどだからないなさっきにはこの名言を言ってもらおうかな綾波レイのこれああいいですねこのセリフの一個上にあるやついいですね
これですか、あなたは知らないわ。そうです、綾波レイの声で言ってもらいます。これは綾波が盾になって守るやつなんだ、ね、そう八嶋作戦の時のボロボロに死にかけるという、なのか次の日交代巻き巻きで交代巻き巻きで現れるという、うん、20秒ではい。あれ結構長いね、CM が。あ、2分です。あ、私繋いだんだ。うちは2分、ああ、スタッフの、スタッフのやつは2分、本来2分なんですよ、1時間の番組って。本当はね、はい、2分の4分2分に分かります、うん、はい。時刻は7時11分になろうとしております。塚ちゃんのアニソンマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。はい、あ、いいね、ハッチさん、さすが、さすがっすね、いっぱいいますね。はい、ハッチャトミさん、穴を掘るなら天をつく、墓穴を掘っても掘り抜けて突き抜けたんなら俺の勝ち。グレンラガンも ね、天元突破もなかなかやりますよね。はい、なるほどね。おお、セブンさんからね、暴走するぞ、ありましたね。まずエヴァンゲリオンをまず見たことがないという方のために、うん、少しエヴァンゲリオンをのことを、まあ、さっくり簡単に説明したいと思います。はい、使徒を倒していくというアニメになっております。はい、さっくりですね。使徒ってないんだね。さっくりしすぎだな。はい、簡単、まあ、もうちょっと詳しく説明しますと、舞台は、物語の舞台は西暦2000年に起きた、大災害、うん、セカンドインパクトによって世界の人口の半数が失われた世界という設定になっております、うん、で、アニメの物語ではその15年後2015年からスタートします、うん、主人公である碇シンジは父、あの別居していた父に、うん、あの呼ばれて、あの第三神東京市に呼び出されます、うん。第三神東京市っていうのは日本地図に当て込みますと今でいう箱根の場所になります、うん、はい、なんで劇中でもあの箱根湯本駅っていうちゃんと駅も出てきますね、うん、でそして、待ち合わせ場所に来たんですけども使徒が出てきて急に、うん、使徒に倒す、使徒が来て襲われそうになるんですけども美里さん、桂木美里という女性が現れて迎えに来て、うん、そのまま、まあ、ネルフ本部に向かうという、特務機関ネルフ本部に向かうことになって、でそこで初めてあの父と久しぶりに対面した時に言われたのがエヴァンゲリオン初号機を目の前にしてエヴァンこれに乗れって戦えと、うん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 、でこんなもん乗れないよみたいな形で言ったんですけども、うん、最終的に、まあ、負傷した綾波レイを見て逃げちゃダメだ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 と言って、はい、乗ります、僕が乗りますって言って発信シーンの長いセリフが続いてエヴァンゲリオンを発信するというね、迷惑なぐらい長いやつね、はいはい、でそして使徒っていうのが、まあ、現れてそのでエヴァンゲリオンに戦っていく中で、まあ、光真嗣の成長とかも見ていきながらそしてネルフとあとゼーレという組織が裏で進めている人類補完計画という計画を、うん、もあります、うん、はい、うん、人類補完計画というのはですね、なんていうかというとざっくりと説明します、はい、一緒になることです、はい、まあ、詳しく説明すると、個体として行き詰まった人類を全て一緒にしてしまって、うん、一つのものにしてしまおうという、うん、計画が人類補完計画です、うん、ですね、はいはい、ざっくりと説明するざっくりそのまま、はい、そのまま飲み込んだ方がいいです、はい、そうなんですよね。で過去にエヴァンゲリオンはアニメで放送された以外にそのアニメ版 の補填をする形でエアーと真心を君にという映画が公開されたり、うん、今現在ではないですけども4部作公開される予定なんですけども、うん、もう今すでに3部作まで、うん、エヴァンゲリオン新劇場版ジョとハとキューまで公開されて、はいはい、その後まだ公開されてない4部作最後の4部作目、うん、はい、ちょっとこの新劇場版はびっくりしたんですよね、はい、劇場版もかなりすごかったっていう、うん、もう急バトルロワイヤルみたいになってたっていうそうなんです、ね、いきなりかい、はい、ねえザッキー、はい、はい、昨日見たんですよね、Q を。昨日 Q 見ました、はい、さすがですね、予習しとこうかなと、うん、なるほど、予習のために Q だけ見るという、ね、Q だけ見ても分からない、はい、実はジョとハはもう見たらしいです、ね、ああ、ね、なるほど、はい、でザッキーの多分意見を代弁しますと、なぜハの予告で歯の、うん、
最後予告があるんですよ、9の、うん、9の予告で使われてた映像がなぜ一切9で使われていないのかというね。庵野さんだからだと思います。ですよね。はい、そうなんですよね。しかもですね、このまた Q の後にですね、まあ、最後のエヴァンゲリオンの一応予告やるんですけども、うん、エヴァンゲリオン8号機っていうピンク色のエヴァンゲリオンと赤色のエヴァンゲリオン2号機回っていうのがもともと Q では出てきてたんですけども、うん、最後に8プラス2号機っていうセンターマンみたいな、あの半分8号機で半分2号機みたいなやつも出てきてたんですよね。はい、笑う犬の冒険というテレビに出てきたセンターマンのようでね。覚えてらっしゃいますでしょうか。微妙になんとなく、はい、半分不具来て半分不具来てないのがセンターマンなんですけども、うんうん、半分2号機で半分8号機っていう、もうちょっと摩訶不思議なエヴァンゲリオン、すごかったですね。ギャグじゃないかって思いました。ほんとギャグじゃないかっていうね。いや、そして、うん、エヴァンゲリオンとは何ぞやと、はい、そもそもエヴァンゲリオンっていうのはですね、皆さんはアニメを見始めたばかりの方とかはですね、うん、よくですねロボット、うん、って言われるんですよね、うんうん、実はロボ厳密に言うとロボットではございません。ございませんね、はい、ロボットではございません。エヴァンゲリオンをですね特徴を簡単に言いますと血が出ます。出ますね、はい、血が出ます。出るのね、はい、出ます。血が出ます。吠えます。吠えます。勝手に動きます、はい、で電気で動きます。一応電気で動きます。一応電気です。はい、っていうふうにざっくり言いました。はい、結構短いです。電気なしで動けるの、充電式じゃないので、はい、5分が限度です。5分ですよね。ウルトラマンより若干長い、若干2分長い。ちょっとドンベイと同じ時間になりますね、はい、なるほど、はい、でエヴァンゲリオンなんですけども、正式名称は実はエヴァンゲリオンなんですけど、エヴァンゲリオンの正式名称があるんですね、うん、エヴァンゲリオンなんと正式名称はですね、何だったかな、長いんですよ。あ、それ長い方、長い方なんですよね、うん、こっちかな、こっちだな、正式名称、汎用人型決戦兵器、うん、人造人間エヴァンゲリオン、うんうん、試験初号機、これが新劇場版での呼び方になります、うん、はい、紫色のやつですね、よくアニメとかいろいろ見る紫色のやつ、うん、これが初号機、うん、紫色になっております。で赤色をたまに見かけると思います、うん、これはですね、汎用人型決戦兵器、人造人間エヴァンゲリオン正規実用型2号機と言います、うん、長いんですよ、長い、はい、で映画の中でしか出てこないエヴァンゲリオンがありまして、うん、5号機と呼ばれる仮設5号機って呼ばれるやつなんですけども、うんうん、これだけ名前がちょっと違いまして、はい、はい、エヴァンゲリオンとしては形も違うんですよ、うん、普通エヴァンゲリオン人間の人の形をしてるんですけど、うんうん、上半身は確かに人の形を若干してるんですけど、うん、下半身の方はですね、足が4つあるんですよ、うん、でタイヤをコロコロ転がして動くんですよ、うん、4つあるのに、4つあるのに4つにタイヤがついてるんですよ。でそれをなんかどっちかというとカマキリに近いかなと、動き方的に、はい、で普通だと背中にアンビリカルケーブルという充電器みたいなやつを刺して動くんですけども、うんうん、電車のパンタグラフみたいな感じで動くやつなんですよ、うん、ちょっと肩にパンタグラフみたいなやつがついてて、うん、でなんで動けるスペースが限られているという、うん、エヴァンゲリオンなんですけど、正式名称、封印監視特化型限定兵器、人造人間エヴァンゲリオン局地使用仮設5号機という名前になります、うん、長いんです。一応人間ではある、一応人間、ね、ベースは人間、人造人間、ベースは人間、はい、なんです、ね、あれは血じゃなくて、あ、オイルじゃなくて血なの、血なの、血が出る、真っ赤な血が出ます、はい、でエヴァンゲリオンの特徴としましては、その人が思った通りに動く、うん、はい、その人が手上げる、こういう風に手上げると、うん、右手を上げるとエヴァンゲリオンを右手を上げる、うん、はい、自分の好きなように動かせるという、うん、まあ、神経接続を直接しているので、うん、それで直接動かすことができるといういい、まあ、人間っていうこともあって、なんで使う兵器も人間が使う
お兵器を大きくしただけのようなものが多いです、うんうん、はい、2号機だとあのオルファのカッターナイフみたいなやつとか、はい、あのオルファですね、はい、あれはね、はい、オルファのカッターナイフのようなものだったりとか、はい、あとガトリングガンとか機関銃、うん、あとハンドガンみたいなやつもありますね、普通のハンドガンみたいなやつもあります、でなぜエヴァンゲリオンなんですけども、これ使徒という敵に対してエヴァンゲリオンだけしか戦えないと言われております、うん、これちゃんと理由がありまして、うん、AT フィールドというバリアみたいなものが簡単に言うとあるんですけども、はい、使徒が出す、うん、なんであの普通上の兵器は役に立たないんですよ、うん、なるほどね、一切通常兵器は一切役に立たなくて、物理攻撃はね、はい、効かないからね、この AT フィールドを中和する、中和したり侵食したりできるのがあの使徒に似せて、使徒に似せて作られたエヴァンゲリオンだけなんですよね、うん、はい、なんで兵器として見てるのも面白いですし、あと、うん、オーナインシステムといいまして、エヴァンゲリオンに使われているシステムが、うん、起動確率、起動する確率が 0.00001% なんですよ、うん、はい、決められた、あの起動させれる人間に限りがある、うん、なんで初号機専属パイロット碇シンジだったら碇シンジしか動かすことができる、うん、なるほどね、はい、ゼロ号機専属パイロット綾波レイだったら綾波レイしか動かせない、うん、っていう風になってるんですよね、うん、まあまあよくもこんな兵器として起動確率の低い兵器を作ったなと思いますけど ね、 ねしかもね13歳くらい限定だったでしょ、はい、14歳、14歳か、はい、14歳の実はですね、これアニメと映画ではどういう設定か分かんないですけど、アニメでは14歳の両親がいないとか、あ確かにね、実はこれ、うん、エヴァンゲリオンをパイロットに選ばれてる子供たち全員両親いないんですよ、いないですね、両親がいないだって どちらかがいないとか、うん、あなるほどね、はい、碇シンジの場合は母親がいない、母親が亡くなってますね、はい、で、アスカ総理、アスカラングレーの、うん、2号機パイロットの場合は両方いない、亡くなってる、ダイナミレイはもともと作られた子供なので両親がいない、うん、クローンなんですよ、はい、なるほどね、いっぱいいるんですよ、いっぱいいるんですよ、うじゃうじゃと、はい、いっぱいプカプカしてるシーンがあるんですよ、はい、そうなんですよね、その辺が激打つ時期です、はい、激打つ時期、そうなんですよ、はい、なるほどね、はい、なんでエコさんもぜひエヴァンゲリオン一度見てみてくださいあの初め4話ぐらい我慢すれば面白くなりますよ、はい、コメディータッチに入るので、ああコメディーは好きだけど、ね、そこのコメディーから激うつきがかなりすごいですよ、うん、落ち方がなるほどね、はい、でテレビアニメ版を見の DVD を見てると最後なんでってなるなるなる、なぜこの終わり方、うん、あの人類補完計画はどこ行ったそうってなるんです、 あれだけ伏線張っといてというわけで作られたのが、ね、その人類補完計画を発動しているシーンがある、うん、エアーと真心を君にという映画なんですよ、劇場版、はい、それ狙ったね、狙ったのか、いや安野さん自体が監督の、はい、自分がおかしくなってたって言ってたのでもともと原作がないんですよ、なるほど、アニメが全部安野さんの頭の中にあるので、なんでエヴァンゲリオンって変わったあのアニメ、うんで映画と真心を君と映画、漫画、うん、そして今の新劇場版、うん、もう新劇場版はこれ予想してしかないんですけど、多分全て終わり方違うんですよ、うん、最後の終わり方が違うんですよ、作った本人が忘れてるだろう、うん、そうなのか、どういう内容でやろうかなって言ったの、はい、かなのか作品ごとで終わり方を変えてるの か、 変えてるか、はい、真相はぜひね、安野さんをゲストにお迎えしたときはお聞きしたいと思います。わ来てほしいな。はい、じゃあ、ザッキーお願いね。はい、なるほど、なるほどね、はい。そしてですね、じゃあそろそろザッキー、今回セリフのコーナーがちょっと長いのでね、はい、もう一曲お届けしたいと思います。曲はですね、なんだっけ、桜流し宇多田ヒカル。宇多田ヒカルさんの桜流しというか、はい、新劇場版で使われた曲なんですね、はい、本人自体は一回今休んでるんだよね、確か復活したんじゃないですか、復活する前かな、うん、復活する前に休んでた時期に作ったエヴァンゲリオンの曲なんですね、うん、らしいですよ、はいはい、まあ、真相は定かじゃないのでぜひウィキペディアかなんかで調べてくださいね、そうそう、はい、みんな調べればいいかな、そうなんですね、はい、でそれでは お聞きください、宇多田ヒカルさんで桜流しです。
そう、汎用人型。ガンダムでも一緒ですよね。人型がね、みんな好きだからね。人型が好きなんで。結局、ガンダム今、ユニコーンやってるさ。ユニコーン。うん、わけわからん。ガンダムは多分、初代から見て、割となんか、初代から見ても絶対わけわからん。あのガザッキーと話してるガンダムが漫画に鬱を持ってきた人なので、で、であのガンダムって僕初めて知ったんですけど、お腹パカって割れて飛行機出てくるんですね。うん、だった。コアファイターかなんか。ああ、はいはい。コアファイターの時期のやつ。コアファイターあったんだと思って。うん、あれ最初でしょ。あれ？最初あのジオンかなんかと戦ってる時に。あのジオングのプラモデルは部品数少なくて、くしに高いばよ、でかいけど。あのこんな、こんなスカートみたいなボーンついて、あと後ろになんかジェットしたの何個かつけるだけあって、ね、うんうん、高いんガンダムがね、高い。ガンダムが高い。シャア専用ザクとか。ウィングガンダムゼロカスタム作る時のあのめんどくささ、羽一個つけるニューガンダムね、とかウィングガンダムとかね、サテライトシステムとかね。思った、ガンダムになんでこんな生身の羽なのって。ウィングだからですよ。いや、機械式のウィングでいいじゃないって。本当にね、なんで？あれでよく飛べたね。実際飛ぶのはあれだろ。あれこそまさにエヴァンゲリオンのあれじゃないですか、モデルになったあの汎用人型決戦兵器じゃないですか。人造人間じゃないですか。人造人間ウィングガンダムゼロカスタム。それから多分構想になったんだけど、なるほど。ガンダム動きから、で本当に自分たちの復帰っ子とかちょっと前の世代は、うん、本当見てる人はもうガンダム、うん、ドハマリ、ドハマリだから。そう、ガンダムはドハマリしたら、でもまた平成ガンダムと違うんですよ。そうそうそう、ライダーみたいなもんで、うん、昭和ガンダムと平成ガンダムが全然違うから、うん、エンドレスワルツ版だよね。おお、どっちかと平成ガンダムも女子に媚びを打ってる感じがするんですよ、うん、イケメンキャラとね、恋愛にちょっと躊躇を置いたりしてるっていう、うん、確かに平成ライダーと同じような匂いがするあのあれですよね、よくあの言うあのコクピットを、あの仮面を脱いだら奥様のヒーロー、仮面をつけたらお子様のヒーローっていう、そうそうそう、あのコクピットを塗っ、あのコクピットに塗ったらお子様のヒーロー、コクピット降りたら奥様のヒーローっていう、そうそうそう、そんな感じ。シードとかね、結構あの恋愛とかがどぎつかったりするわ。シードは取り合ったりするので。あとガンダムもなんか新しくなってから世襲制、うん、子供とかができてくるようになってる、うん、なるほど。ああ、でもそれでシリーズで生き延ばしてこう。さあ、エヴァンゲリオン名言集はどれでいくの？梶良次の名言をザッキーにもやってもらおうかな。山ちゃんすごいよな、うん、カオル君友人がね、集まったね、うん、劇場版は声優陣変わらず、いや、一部変わってたんじゃないかな。やっぱ変わるよね、うん、でも梶良次は山寺宏一さんでしたよ、うん、まあね、メインのところはちょっとあれだけど、どのセリフいくかな。皆さんあれなんだよね、エヴァの人たちはみんな第4部作目が出るまでいけないよね。声潰れたとかね、うん、まあ、林原めぐみさんとかさっきには碇シンジの、碇シンジ、はい、僕はダメだ、ダメなんですよから始まるセリフをやっていただきましょう。長めですね。はい、あので、これはあのアニメ版でも最終回の方だから、あ、うん、激うつも出てた、
あの最悪な親子関係から始まるので修復したかなと思ったらまずツーンって下がっていくんで親子関係はでそのまま下がったまま終わりそう狙ったハッピーエンドもクソもねえなってなるわあのね何エンドかわからない割り方でツーテレビ版はいやあれですよ冬月副所長、うん、副所長の副司令か副司令の冬月さんがやっていう言葉の最後の最後の敵がいるんですよ一番、うん、最後の敵は人間だったか人を全部倒し終わった後にあの戦略自衛隊が攻めてくるんですよ、うんそうネルグ本部を奪還もらうあの取るために、うん、だから最後の敵は人間だったか、うん、深いね副司令もなかなか副司令もしょうそこだね、うん、結局ね、うん、おなんとハッチャーとホミさんがシードにはベッドシーンがあるそうそうお子様向けとは思えないおメールが来てるアニソン、はい、カラオケかーいあああれだオーケストラ版だ、うん、すげえ、うん、息よりゆきさんマイクあげまーす、はい、ダメ出ししてきた時刻は夜7時31分を回っております FM ギノワのスタジオよりアニソンマーティンをお届けしております早速メールが1通来ておりますのでご紹介したいと思います、はいラジオネームゆきさんからですね、はいカラオケかいと思ったけど、じゃあ自分で歌おうと思い直して素敵に歌いつつ自分に酔っていたのに急に歌ありバージョンかけてくるしアニソンマーティさんよ最初にテレビ放送していた頃三鷹のガイナックスの近くに住んでたゆきよりと来てますね、はい、ガイナックス三鷹だったんですね、はい、あのまずその前にですね、ザキ君はい大変失礼いたしました、はい、パイセンからダメ出しが、はい、すいません間違ってねあのオーケストラバージョンをかけてしまいましてまあでも気持ちいいでしょうね、はい、オーケストラバージョンで歌ったら、はい、ただオーケストラバージョンで歌っていたのにいきなりあれですからね普通の高橋陽子さんの三国の天使のテーゼが流れたら、ね、えだよなおおいおいみたいなってなりますからね、はい、そしてここではあのアニソンマーティン恒例のコーナーに行きたいと思いますみんなで名言言っちゃおうのコーナーでございます言っちゃおう言っちゃおうってねはい、はいはい、というわけでですね今回はですねエヴァンゲリオンを題材にしているということで、うんエヴァンゲリオンに出てきました名ゼリフをザッキーに読んでもらおうじゃないかという企画でございますいいですね、はい、いや皆さんで読みましょうなるほどじゃあ私がですねまず指定していきますので、はいまずは、ザッキー君からいきたいと思います、はい碇シンジの名言で僕はから始まる名言があります最終回の方ですね最終回に近づいた時のセリフの方ですねはいあ OK ですそれではどうぞ僕はダメだダメなんですよ人を傷つけてまで殺してまでエヴァに乗る資格ないんだ僕はエヴァに乗る価値がないと思ってた。でもそんな子供の話は何も分かってない。僕にはエヴァに乗る価値もない。僕には人のためにできることは何もないんだ。あそこに人を殺したんだ。薫君も殺してしまったんだ。SS なんかかけらもない。強くて臆病なんだけど、僕には人を傷つけることしかできないんだ。だったら何もしない方がいい。はい、たくさんのごまかしありがとうございましたでもエコーのかけ方がちょうどよくてね、はい、あ本当ですかエコーのかけ方はちょうどいいんですけどね、うんあのうん、途中あちょうどそう読んでるなと思ったら僕はエヴァに乗るしかないと思っていたでもそんなのごまかしだぐらいかなんか最後の方はよよよよよよよエコーかかりすぎてたんじゃないのあではないごまかし方だったあではないと思いますねごまかしですからねじゃあ続いてはい私がさすがですね失礼いたしましたあやなみれいの曲をあやなみれいのセリフを言ってみたいと思いますそれではいきます山重い山時間をかけて変わるもの空青い空目に見えないもの
目に見えないもの、太陽一つしかないもの、水気持ちのいいこと、怒りしで花同じものがいっぱい、いらないものもいっぱい、空赤い赤い空、赤い色赤い色は嫌い、流れる水血血の匂い、血を流さない女、赤い土から作られた人間、男と女から作られた人間、町人の作り出したもの、エヴァ人の作りしもの、人は何、神様が作り出したもの、人は人が作り出したもの、私にあるものは命、心の入れ物、エントリープラグ、それは魂の座、これは誰、これは私、私は何、私は自分、この物体が自分、自分を作っている形、目に見えない、目に見える私、でも私が私ではない感じ、とても変、体が溶けていく感じ、私がわからなくなる、私の形が消えていく、私ではない人の形、人の感じがする、誰かいるの、怒り君、この人知っている、葛城さんさ、赤木博士、みんな、クラスメイト、2号機パイロット、怒りしで、あなたは誰、あなたは誰、あなたは誰。もうね、子供向けのアニメじゃないですよね。はい。そうでございますね。はい。なるほど。いやー、まあ、こういうトーンですよね。はい、こんな感じでしたよね。波霊はね。はい。じゃあ、そして、ゲストで来てくださっております。はい、もうね、来た以上はね、喋らないわけにはいかない。はい、山下さん、このセリフ言ってもらいましょう。それではどうぞ。僕はエヴァンゲリオン初号機のパイロット、イカリシンジです。おーほーほーほー、こんな感じだったよね。こんな感じですね。あの、はいはいはい、諦めた時だよね。もう覚悟決めちゃった時だよね、はい、そうなんですよね。ガンダムと一緒で乗りたくないんですよ、うん、本当は、はい、でも親、父親との縁を切りたくないから、はい、乗らざる得ずに乗ってって、うん、もう覚悟決めた、あんな感じ、はい、なるほど、ね、そうなんですね。はい、八茶とおみさんが長い時だったんですね。はい、やっぱり来たな、うん、やっぱりね、そうなんですよ、長いんですよ。なんでね、じゃあ次エコさんからは。おいおい、これはすごいよ。ちょっと長いのやめような。ほら、相談役が、相談から指摘が指摘が来ておりますね。はい、というわけでですね、これいきましょうか。あ、うん、これね、はい、あ、ちょっとこっちのマイク使おうね。いきますよ。裏切ったな、僕の気持ちを裏切ったな、父さんと同じに裏切ったんだ。おお、はい、見てない割にさすがだなって。だいたいこんな感じかな。でもね、ここは分かりやすいと思う。こんな感じ。そうそうそう、はい、うん、なんとなく。そうなんですよね。じゃあ私もう一個やっていいですか。あ、はい。それではいきます。動け動け、動いてよ、今動かなきゃ、今やらなきゃ、みんな死んじゃうんだ、もうそんなの嫌なんだよ、だから動いてよ。うまい、これはうまい、はい、これはうまい、うまい、ね、はい、こんな感じだったと思います、うん、はい。あら、まあ、また選曲がいいね。はい、どっから探してきたの、エヴァンゲリオン、あの歯のエンディング。はいですね、はい、おできるやつですね、はい、ちょっと取り返そうと。でもですね、あのセリフごまかしたのはちょっと覚えてますよ。じゃあですね、じゃあ山崎さん。出た、それかい。やっぱそこはね、それか、あ、ザッキー、もうちょっとセリフを言ってみようかな。はい、はい、偉いね、はい、素直。そうなんですよね。だから、うん、よし、2ページ目に行きまして、はい、
碇玄道のセリフをいきましょうか。碇玄道でした。短いセリフが多いので、うん、はい、そしたらですね、碇玄道の名言の一番上を読んでください。はい、キャリーの針は元に戻らない。だが自らの手で進めることはできる。合ってますか？ケイですか？もう一回私がやってみていいですか？これね、多分こっちが間違えてる。あ、そうですか。はい、いけます、うん、時計の針は元には戻らない。だが自らの手で進めることはできる。はい、確か時計なんですね。時間ね、時計がなくなってるから。そうなんですよね。うん、ちゃんと碇玄道のポーズしてましたよ。はい、もうちょっとまだこう、この辺で、はい、目の前あたりでね。そうなんですよね。じゃあちょっとコラボしてみましょうかね。お、じゃあ私と山下さんでこれコラボ超難しくない？まあいいけど、はい、やるよ。交互にやる？交互にやりましょうかね。はい、じゃあ私からいくね、はい、エヴァンゲリオンの発信シーンからいきます。第三次冷却終了。フライフォイル回転停止、接続解除。補助電圧に問題なし。停止進行プラグ排出終了。了解、エントリープラグ挿入。骨髄電動システム開放、接続準備。探査針打ち込み完了。プラグ振動は20を維持。精神汚染計測値は基準範囲内プラス 0.2 からマイナス 0.5 を維持。インテリア固定終了。了解、第一次コンタクトエントリープラグ注水。主電源接続完了。了解、第二次コンタクトに入ります。インターフェースを接続。衛星神経接続異常なし。 LCL 電荷状態は正常。指向形態は日本語基礎原則としえ、フィックス、初期コンタクト、すべて問題なし。コミュニケーション回線開きます。リスト1405までオールクリア。シナプス計測、シンクロ率 41.3%。 プラグスーツの補助もなしに、すごいわね。ハーモニクスすべて正常値、暴走ありません。いけるわ。発進準備。発進準備。第一ロックボルトを外せ。解除確認。アンビリカルブリッジ移動開始。第2ロックボルトを外せ。第1高速部除去、同じく第2高速部を除去。第1番から15番までの安全装置を解除。解除確認。現在の初号機の状況はフリー。内部電源充電完了。外部電源接続異常なし。了解、エヴァハ初号機射出口へ。各リニアレールの軌道変異に問題なし。電磁誘導システムは正常に作動。現在初号機は K52 を移動中。射出シークエンスは予定通り進行中。エヴァ射出ハブターミナルに到着。進路クリア、オールグリーン。発進準備完了。了解、構いませんね。もちろんだ。使徒を倒さぬ限り我々に未来はない。怒り、本当にこれでいいんだな。発進。いいわね、シンジ君。はい、最終安全装置解除。エヴァンゲリオン初号機リフトオフ。出ていきました。はい、長いんですよ、エヴァンゲリオンのセリフはね。はい、来るはず。これ前のやつだったから。はい、結構エヴァンゲリオンって一個一個シーンなったらと長い時あるんですよ。長いね。はい、じゃあそしてエコさんは、エコさんは、おいおい、待て、こんな声出せないってば。それでは、よろしくお願いいたします。男と女は分からないわ、ロジックじゃないもの。あら、でも、うん、雰囲気はあったんですか？雰囲気は、赤木律子が出てましたよ。はい、雰囲気だけね、うん、声は無理だな。うん、じゃあザッキー、うん、はい、行きましょうか。3ページ目に移ってください。はい、これはもしかして梶良二さんのセリフ。男前の梶良二さんじゃないですか。はい、下から2番目のセリフ、彼女とはから始まるセリフですね。わかりました。 OK です。それではどうぞ。彼女とは遥か彼方の女とか、
到底男には理解できない生き物なのさ。最後の笑い声かな。はい、あと、そっかじさん、ここまで声低かったっけ。あのね、やっぱね、山寺宏一さんはすごい。すごい、ね。はい、これはね、なるほどな、イケメンボイスじゃないとなかなか難しいですよね。じゃあ、山下さん、行きましょうか。わかり、OK ですか。はい、まあ行きます。僕ちょっと薫君いまいちあれなんですけど、うん、それどうぞ。人間は寂しさを永久になくすことはできない。人は一人だからね。ただ忘れることができるから人は生きていけるのさ。ほうほうほう。カオル君軽い感じ出したよね。途中で気づいたんですよ。カオル君は若干軽い感じだった。軽い感じなんですよね。使徒だったんですよね。そうそう、第13使徒ダブリス、うん、だったかな。うん、はい、うん、いや衝撃でしたね。じゃあ私は、はい、巻波マリーイラストリアスの、うん、マリーの名言を超えてるかな。はい、君いい匂い、LCL の香りがするけど面白いね。じゃあこのことは他言無用ね、ネルフのワンコ君。なんとなく雰囲気は分かった。こんな感じじゃなかったでした。こんな感じだと思います。僕もあんまり劇場版見てないので、これ新劇場版からのキャラなんですよ。そうなんですよ、はいはい、ただちょっと見たことあるのでそんな感じだったけど、うん、ちょっとあの上から目線のね、はい、うん、じゃらじゃらですね。猫さん、はい、行きましょうか。また何を変なの降ってこないような。やった、さすが猫さん、男前キャラですよ。あ、こっちね、はいはい、どんなキャラだった、男前キャラ。あ、男前キャラ。山寺宏一さんの声を思い出していただければ大丈夫です。あのカウボーイビバップとか、あのエディ・マーフィーの声、エディ・マーフィーとかジム・キャリーとか。変な声だろ、変な高い声だろそれは。ではじゃあ普通でいいかな。はい、はいはい、自分で考え自分で決めろ、後悔のないようにな。いや、さすがエコさんですね。沖縄テイストの入った感じで言ってた感じで、はい、いい感じだったと思う。絶対生まるからね。多分まともなセリフは無理だな。私、うん、これいきますか。おお、またね、難しいセリフよこれ、うん、大人のキスよ、帰ってきたら続きをしましょう。あ、はいはいはい、わかりました。はい、多分ね。あのエヴァンゲリオンの、うん、真心を君にエアーのシーンですね、うんうん、なるほど、すごいね。まあね、美里さんはね、はい、難しいですよね、もうね、すごい。じゃあさっき、はいはい、ページ数は2ページ目、ページ目、あ、ごめん、3ページ目の、はい、上の方だね、一番上かな。え、あ、一番上じゃないや、その一番上から2番目のキャラ、はい、誰か分かりましたね。あ、2番目のキャラですか。桂木美里さんですね。あ、はいはいはい、の一番上のセリフをよろしくどうぞ。あ、これですか。OK ですか。あ、はい、3ページ目の2番目のセリフですね、はい、え、3ページ目の桂木美里の名言です、ね、の1番目の1番目。あ、3ページ目、3ページ目、3ページ目。あ、 OK です、2番目 OK ですね。はい、OK ですか。1番目のセリフは、はい、OK です。はい、今の自分がダメ、絶対ダメじゃないわ。間違いに気づき後悔する。私はそれに繰り返しだった。ぬか喜びと自己嫌悪を重ねるだけ。でもその度に前に進めた気がする。はい、はい、あの首都高速で ね、あの大事故が発生したような感じです5台ぐらい玉突きやったんじゃない、はい、5台ぐらい玉突きやった中に多分あのタンクローリーがいましたね。多分ね、はい、1台は、ね、タンクローリーがいましたね、うん、これは暗い系の美里さんのセリフ。暗いですか、ね、これどこのシーンですかね。これ多分暗い系の美里さんな気がする、うん、シンジを煽っている美里さんではなくて、そう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 、
うん、舌が煽ってる系ですかね。舌が煽ってる感じ、うん、もうなりふり構ってない感じでね。じゃあ最後、そろそろ時間的にもね最後誰が行きたいですかこの中から行こうと思います。無理だな、俺は。じゃあ仕方ないです、私が行きますか。はい、はい、こんな時だけ女の子にすがって逃げてごまかして中途半端が一番悪いわよ。あー、はい、名言ですね、はいはい、うん、美里さんはこうね、はい、あの肯定が激しいんですよね。ゆっくり読む時もありますしね、ゆっくり読む時はこんな感じですもんね。今の自分が絶対じゃないわ、後で間違いに気づき後悔する、私がその繰り返しだった、ぬか喜びと自己嫌悪を重ねるだけ、でもその度に前に進めた気がする、うん、あー、そうなんですよね。そうそうそう、というわけでですね、以上はい、山寺さん千葉の FM セリフのコーナーでございました、はい、そしてそろそろですね、はい、エンディングの時間も来まして、はい、うん、そろそろ終わりに差し掛かってまいりました、はい、八田道美さん、山寺さんは千葉の FM でバズーカ山寺として活躍しているので、そっちの感じが強すぎると。おー、千葉の FM で、ぜひ沖縄に来てくれないかなFM つながりで、はい、ねえ、ブハーって来てますね。いやー、いいですね。もうそろそろ今日も、ね、終わりとなりますね、はいはい、それではもうそろそろ締めて大丈夫でしょうか大丈夫ですよ、はい、大丈夫じゃないですか。あれは、はい、あ、やる、あ、告知がなありますか。 あるらしいです。あるらしいですかやっちゃっていいですかね。どうぞどうぞじゃあ行きましょうね。はい、はい、ですね、ノーラジオノーライフ、エンジョイラジオライフということでですね、はい、あの本当曲の垣根を越えて、うん、あのオフ会しようかなということで、なるほど、あの第1回うちなラジオオフ会スペシャルをちょっと開きたいということで、はい、来週の土曜日ですね、はいはい、7月16日、那覇若狭の、はい、ビクトリーホテルというところにある、うん、の地下1階ですね、はいはい、ライブバー時空で、はい、19時開場、19時半開演、間に合うかなということではい、はい、そこで、オフ会をやりたいということでですね、うん、はい、塚ちゃん含め FM ギノワンメンバーも参加して、うん、さらにまた余興までしてくれるという、うん、本当スペシャルな企画ですね。スペシャルな企画でございますね、はい、みんなこぞって参加してほしいなということで、はい、うん、はい、ドリンクがですね、はい、一応飲み放題の料理はお任せなんですけど、はい、で最初は3000円だったんですけど、ちょっと交渉して、はい、うん、値下げできました。お、なんと2500円です。その500円の交渉すごいですけど ね、すごいっすねで分割金利手数料はエコザイルさん負担となります、はい、ないですね12回までは一括払いだ、いやいやいや12回までは金利手数料はちょっと厳しいですね、はい、でまたこれちょっとチケット制ということでですね、はい、予約なりして当日もでも構わないので、はい、ぜひ来てほしいということでですね、うん、はい、自分を含め3名ちょっとチケットを管理しているのがいるんですけど、うん、はいはい、まず、イユサバチャさんですね、はいはい、電話号が 090-9073-8311 ですね、はい、で MC モーミー、ご存知だと思うけどハゲシャビンですね、はい、はい、090-9495-7674、はい、うん、で、はい、自分エコザイルがですね、はい、090-9588-7857、はい、まで電話いただくか、あとはFM ギノワンの塚ちゃん宛に問い合わせしてもらえれば、はい、いつの間に、もう、はい、使えるものは何でも使うということで大事ですね、はいはい、でもしくはですね、今電話番号を聞き損ねたという方もですね、FM ギノワンの方ではユーストリームの方で、うん、この番組残っておりますので、そちら番組の方を見ながら最後の方に残っておりますので、電話番号も聞き直すこともできますので、はいはい、で本当にぜひね、うん、みんなで本当に曲の垣根というのを、ね、はい、こうやって楽しめたらいいということで、本当に余興も盛りだくさん、うん、ちょっと企画はしてるんでですね、はいはい、見せてくれるんですよねミスらない滑り芸から始まっての、はい、
ちょっとしたパフォーマンスまで、そうなんですよね、はいはい、滑り芸担当はいるのでね滑らしたら展開っていうのね、イニシャル、HY さんが HY さんがいますので、いやもうみんな気づいてると思う、はい、あの滑らしたら天下一品でございます、はい、それではですね、まあ、あのもうお時間も1分を切りました、はい、塚ちゃん、ね、様にいかがだったでしょうか。さあ来週のアニメのテーマはですね、なんとまだ決まっておりません、やっぱりなぜですね、 Facebook やあの一応私 Twitter も一応やっております、うん、ね、塚ちゃんで検索していただいたら出てくるはずなので、はい、皆さんそちらの方もねよろしくお願いします。それでは今日お届けしましたのは、つかちゃんことキサラギ司とマスオとエコザエルと山崎でした。それでは皆さん来週までまた来週お会いいたしましょう。さようなら、さようなら、バイバイ、お疲れ様です。ね、温泉ペンギンのペンペンを高一の文化祭で展示だったから、うん、大きい壁画にして提案したら、うん、アトムになりました。絵馬かかってないっていうね、スタッフセレクトからかけて、むちゃくちゃちゃんとペンペン描いていったのにアトムに負けたっていう、あれですよ、ペンペンは飛べないですけど、あのアトムは空を越えれますから、ね、そう、もうアンパンマン違うからね。あの気になったんですけど、アニメの歌では、うん、アンパンマンの歌あるじゃないですか。はいはい、愛と勇気だけが友達さ。